喜びのこと事件は、劇団、文学座により公演が予定されていた、三島幸男の劇曲、喜びのことが、同劇団内での思想上の行き違いを理由に、公演中止となり、それをきっかけに、同劇団の幹部、中堅座員が1963年12月に、集団脱退した事件。遡ること百六十三年一月十四日、文学座の芥川博 岸田京子、小池朝雄、上山茂、加藤春子、中谷登る、三谷登る、山崎努、名古屋賞、橋爪井ら、有望な中堅俳優が集団で脱退して、福田恒有と組んで、現代演劇協会付属、劇団モを創立したことは、文学座にとって大きな痛手であった。この大量脱退騒動は、杉村体制への反発が発端であった。そんな中、 三島幸夫は同年1月16日、劇団文学座の結束を固め再出発したいとの胸の声明を発表し、2月11日に文学座再建のためのプランを発表。三島は現代劇の確立、西洋演劇の源流を探る、日本の古典を探るという3つの課題を提示した。この課題に基づいて、三島純色のビクトリアンサルド原作の トスカが杉村春子主演で上演された。そして、翌年の1964年正月公演用の儀曲が3等に移植され、喜びのことが提供された。喜びのことは、言論統制法を内閣が制定しようとしている、時代を背景にしており、反共主義思想を固く信じる若い公安巡査、片桐を主人公にした、政治色の強い題材の作品であった。 劇中に起こる上越線転覆事件は松川事件を連想させる内容であり、同年9月に松川事件の首謀者とされた国労関係者20名の無罪が確定したばかりであった。しかし作品の結末は思想の絶対化を唯一の拠りどころとして生きてきた片桐りはその思想が相対化されるという絶対的な孤独の中で観客には聞こえないことの音に耳を澄ませ、 仕事に戻るという信じていた上司に裏切られた若い公安巡査の悲劇を描いたもので政治的プロパガンダ作品ではなかった。同年1963年11月20日、杉村春子、長岡照子ら文学座劇団員の臨時総会が開かれ、話し合いの末、喜びのこと上演保留を決定。翌日、犬一郎理事らが その上演保留決定を三党に伝え申し入れた。三島は保留ではなく中止とすることで文学座は思想上の理由により上演中止を申し入れ、作者はこれを横断したという証書を取り交わした。そして11月25日、三島は犬一郎理事に文学座対談を申し入れ、十一月十七日の朝日新聞市場に文学座の職業の公開上、 喜びのことの上演拒否についてを発表し、上演中止に至る経緯と天末を書くとともに、通列な内容で締めくくり、その翌日に、八代聖一、松浦武雄も文学座対談を声明した。同年12月11日、文学座の創立者の一人である、岩田富夫は、毎日新聞史上に、文学座を嘆くと題した評論を寄稿した。 岩田は20年以上もの歴史を有した、進撃団は世界にも類例がなく、今日まで続いてきたことは創立者ながら異様に感じるほどだと述べている。その上で、雲の脱退、久保田万太郎の政居、さらに岩田の幹事退任を経て、新体制が整った矢先の本件に終わる。この1年の同様は、組織の老化現象ないし末期症状の疑いも起こるとする見解を表明した。 今度の騒ぎの利妃がどっちにあるかなど私は興味がない。文学座側の言い分は無様な教弁であるし、三島君の処置も昨日まで座員だった人として万全でなかった。しかし、そんなことは私にとってどうでもいいのである。私はただこんなところへ落ち込んだ文学座が悲しく悔しく腹立たしい。こんなことなら私は 漢字を辞めるのではなかった。私は年も取ったし、持ち前の物草根性で辞めたのだが、もし辞めなかったら、こんな文学座を解散させたろう。漢字は解散権を持っていたのである。私は誰よりも文学座の名を愛し、惜しんでるから、そうせずにいなかったろう。しかし私には、もう、その権限はない。かろうじてできるのは、希望するだけである。私は、 文学座の首脳者たちが、この際、思い切って、新出発をしたらどうかと思う。彼らの声明を聞くと、創立精神に立ち返って、再出発というようなことを言うが、そんなことは、雲脱退の時にも言ってる、上等語であって、聞き飽きている。第一、創立の精神というものを、どれだけ理解してるか、疑問でもある。そんな古い看板を担ぎ出すよりも、 現在の実情と意欲を明らかにし、同志的結合を求め、杉村春子一座でも何でもいい、堂々と新出発することの方が、望ましい。文学座なんてケチのついた名は、路傍に捨ててしまえ。私が拾う。岩田富夫、文学座を嘆く同年12月15日、三島は、週刊読売に、俳優に徹すること、杉村春子さんへという記事を発表した。 同年12月、三島、八代誠一、松浦武雄のほか、青野平木、奥野忠だ小木明氏、香原夏子、北見治一、丹阿弥子、寺崎義弘、中村信夫、三木優子、正木美希、南義恵、宮内純子、水田春康、村松栄子ら十数名が、次々と文学座を正式に脱退する。1964年1月10日に脱退者により、 グループ NLT が設立され、岩田富夫、三島が顧問として迎えられた。NLT とは、ラテン語で、新聞学座を表すネオリテラチュアシアターの頭文字で、岩田富夫により命名された。また、同年5月には、劇団雲において、ルイジュピランデルロ作、魚院に任すが上演され、翻訳者であった岩田が、演出も担当した。これは、文学座、劇団、 NLT、劇団雲を含めて、岩田にとっての最後の演出作品となっている。なお、喜びのことは1964年5月7日に、日生劇場で、アサリケータの演出により上演された。喜びのことには、主人公、公安巡査、片桐の反響的文言が含まれる以下のような、セリフがあるが、その片桐とコンビを組み対話する上司の松村部長の、役が、 俳優、北村和夫であった。共産党を支持していた北村和夫は、この役がどうしてもできないと訴え、僕の役の反響的なセリフは、僕には喋れません。役者としてこの役は、どうしてもやれません。と泣いたという、国際共産主義の陰謀ですよ。あいつらは地下に潜って、世界の至るところで噴火口を見つけようと、きつているんです。 世界中がこの飛山脈の上に乗りず、かつているんです。もしこの欲しいまままな調領を許したら、日本はどうなります日本国民はどうなります日本の歴史と伝統と、それから自由な市民生活はどうなります我々が,ががっちり見張りつて、奴らの破壊活動を目の内に摘み取らなければ、いいですかいつか、日本にも、中共と同じ地の粛清の嵐が吹きまくるんです。 地主の両足を二頭の牛に引っ張らせて、また先にする。妊娠八ヶ月の同じ主の腹を亭主に踏ませて、踏ませて殺す。あるいは一人、数と自分の穴を掘らせて、生き埋めにする。いい加減の人民裁判の結果、いいですか、中京では十ヶ月で千万以上の人が虐殺された。千万といえば、この東京都の人口だ。それだけの人数が、原爆や、 水爆のためじゃなくて、一人、数と同胞の手で殺されたのだ。それが、共産革命というものの実態です。それが革命というものなんです。こんなことが我々の日本に立つていいと思いますか三島雪を、喜びのことまた、劇中の他の景観のセリフにも、この雪の中のあちこちで、ケトや三国人が引かはらず、悪事を企んで、動き回っているというものがあり。 これらのことから、当時、毛沢東支持者であった杉村春子らが先導し、喜びのことの稽古、上演拒否をした。三島幸夫は、上一郎理事が報告に来たとき、上さん、文学座には、共産党何人いるんだと、この騒動の時に聞いたという。上一郎は、三島が、喜びのことを書いた理由に関し、彼は、要するに、 文学座は杉村春子の劇団で男連中は席がないみたいだ。じゃあその男連中にもっと元気の出る芝居を書くんだということを言っていたとし、また長岡照子から聞いた話として長岡さんが三島さんに喜びのことのことをあれは踏み絵じゃないかと言ったんですよ。するとバレたかと言ったんだって。でも彼は劇団が混乱して、 中止にまでなるとは考えてなかったと思うと解雇している。三島は芸術史上主義の劇団が思想的理由により台本を拒否するというのは喜劇以外の何者でもないとして上演拒否をした文学座の俳優陣に対して以下のような決別の意向を示した。諸君が芸術及び芸術家に対して抱いている甘い小ずるい観念が今や初キリした。なるほど。 喜びのことは、今までの私の作風と全口が、つた作品で、危険を内包した儀曲で洗う。しかしこの程度の作品に驚くくらいなら、諸君は今まで私を何と思っていたのか。思想的に無害な、客の入りのいい芝居だけを書く、雑木作者だと舐めていたのか。そういう無害なものだけを芸術と祭り上げ、腹の底には、生にえの政治的変更を隠し、 モテ芸術史上主義だの現代劇の樹立だのを歌っていたなら、それは偽善的な商業主義以外の何者なのか。諸君によく知ってもらいたいことがある。芸術には必ず針がある。毒がある。この毒を飲まずに蜜だけを給付ことはできない。四方八方から可愛がられてぬくぬくと育てることができる芸術などは、この世に存在しない。諸君を 北風の中へ引っ張り出して鍛えてやろうと思ったのに、再び温室の中へは引き込むのなら、私は残念ながら、諸君と田元をは勝つ他はないのである。今年1月の分裂事件以後、私は永遠世話になり、かつ愛共に助けてきた諸君のために、微力を尽くしてきたつもりである。諸君に対する愛情は、今急に吹き消さうとしても、吹き消せるものではない。 しかし、諸君が愚劣の中へ溺れようとするとき、私には、もうその手を、引っ張りつて助け上げる力はない。無理にそうすれば、私も共に愚劣へ溺れ込む他はないからだ。三島由紀夫、文学座の諸君への、公開上、喜びのことの上演拒否についてまた、杉村春子個人に対しては、俳優は、良い人間である必要はありません。芸さえ良ければ良いのです。と同時に、 俳優は俳優に徹することによって思想を掴み人間を掴むべきではないでせうか。組織の中で中途半端な掴み方をするのはいけないと思いますと述べている。ありがとうございます。